ブーかい。はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。もう、蚊に刺されすぎて、もう、痒くて痒くて。今日の、飲んでいくビール、こちらです。バエーレン、シュバルツ。これ、どこで買ったんだっけ？確かコンビニで売ってたと思ったんだけど、覚えてないですね。値段が確かね、結構高かった。300円か350円ぐらいだから。300円か、400円近かったと思います。原材料がバグアートホップ。容量が 330ml で、アルコール度数が 5.5% です。取扱上の注意、瓶が割れて怪我をする恐れがあります。瓶への衝撃、冷凍保存、日向への放置を避けてください。美味しくお飲みいただくため、冷暗所での、保管をお勧めします。常温保存可能品。製造日より1年以内のご賞味をお勧めいたします。株式会社ベアレン醸造所。岩手県の会社です。ベアレン、シュバルツ。ビールのスタイルはシュバルツ。で、色合いが黒色。苦味が少なくまろやかな味わいで、飲み口のいい黒ビール。製造日が5月の16日。シュバルツ。シュバルツ。なんでギネスビールの。ギネスグラス。初期型がやっぱ一番いいわ、この。これの長細いタイプも持ってんだけどね、このグラス、ギネスの。この初期型が一番いいと思う。それでは。ああ、やっぱいいな。ギネスビールのこの瓶は本当に黒に映える。もう旗から見たらもう完全にこれギネスビールですよ。あ、映えるなぁ。ちなみにもう一本、ギネスビールのグラスは持ってるんですが。これですね。うん。でかい。ちょっと高くて、多分容量が多いんですよ。で、このラベルがちっちゃいんですよね。しょぼいんですよ。で、ここも、まあ、ここはバイオリンのバイオリンなのこれ。なんだよ。ハープか。これ凹凸がある。ですけど、なんかこう、すっきりしてるんだけど、こっちの方がギネスって書いてあるのが、このでかいんですよね。うん、全然、なんか、シャープになった感じ。あんまり、好きじゃん。カンピー。あ、美味しい。あ、これは。これ、地ビールかな？多分地ビールなんでしょうね。クラフトビールって書いてあるから多分地ビールですね。ベアリンシュバルツ。ちょっとググってみましょう。ドイツの代表的な黒ビールがこのシュバルツです。苦味が高く、コクのあるイギリスの黒ビールとは違い、すっきりとまろやかな口当たりが特徴です。これは低温でじっくりと醸造される仮面発酵ならではの風味。ベアレン蒸留所が作るシュバルツはブラックモルトの香ばしい香りとほのかな甘みが調和した上品な味わいが印象的。肉料理などの味わいの濃い料理と相性が抜群です。
と書いてあります。うん。うん。ギネスビールよかは、若干炭酸が強い。てか、ギネスビールほとんど炭酸ないんですよ。あれ。今日のつまみはこちら、マイクポップコーンの九州醤油味。あ、値段、価格書いてありましたね。397円で書いてあります。アルコール度数 6%。 え？これ 5.5% だ。 5.5% って書いてある。これあれの古いのか。うん。シュバルツとはドイツ語で黒という意味があります。ローストモルトならではの、カラメルチョコレートコーヒー、そして焦げた香りが一体となったフレーバーが魅力。しかも、スムーズ。ああ、そっか。なるほど。加熱処理が施されているので、常温保存が可能ですって書いてある。なるほど、なるほど。つまり生ビールではないわけだ。ろ過と加熱処理が施されている。うん。まあ、言うても、生ビールでも普通に常温保存してるからな。製造日がだから5月16日だから、来年の5月16日まで持つっていうのは、まあ、そうな、ビールでは珍しいですね。多分。日本はやっぱ生ビール主義なんで。うん。うん。生ビールだとやっぱり、どうだろうね。賞味期限多分半年ぐらいじゃない。わあ。で、ちなみにシュバルツ。という単語が出てきますが、ドイツ語で黒を意味する言葉、ウィキペディアでググりました。うん。シュバルツビール。ドイツの、バイエルン地方が発祥とされる加盟発酵の黒ビール。ちなみにバイエルンっていうのは、あのソーセージで有名なアルトバイエルンの、あれのバイエルン地方ですね。あれも美味しいんですよね。アルトバイエルンね。多分おそらくあそこが発祥なんでしょうね。あの、ソーセージ。ウィンナー。シュバルツビールは加盟発酵過去ラガーで、製造されるビールのスタイルの一つである。ドイツのバイエルン地方が発祥。うん。アルコール度数は、4.1% から 5%。液色の、黒色はローストされたモルトに由来し、同じくローストされたモルトからなる、香ばしさと苦味、ラガーらしいすっきりとした後味があるが、甘みを感じさせることも多い。うん。液色が黒いビールには、他には、スタウトやポーターがあるが、これは常名発酵である。まあ、つまり、ギネスビールは、あれ、スタウトなんですよ。だから、常名発酵なんですよ。これはでも、加盟発酵。加盟発酵と常名発酵って、まあ、何が違うかというと、
一般的に日本のビールはすべて加盟発酵なんで、うん。加盟発酵っていうのは、温度を低温で加面の下って書いて、下面って書いて、下です。覚え方。うん。温度が下です。つまり温度が低い。低い温度で、発酵させたビール。これは加盟発酵。上面発酵はその逆で、高めの温度で発酵させたビール。簡単に、簡単です。ちなみに、ビアスタイルガイドラインの、なんとかかんとかでは、シュバルツ以下のように定義し、色はダークブラウンからブラックまでの範囲、ローストした麦芽の風味、ローないしミディアムレベルの甘み、高温熟成モルトによる、渋みがあってはならない、うん。うん。まあ、やっぱりあれなんですね。ギネスビールに比べると、どっちかっていうと飲みやすいタイプの。その、喉越しとか、そうだね。まあ、ラガーですかね。うん。ラガーなんで。加盟発酵ですから。うん。ラガーって基本的に喉越しと、まあ、コクの、まあ、軽さ。うん。あまりコクがなくて、さっぱりとしてて、まあ、飲みやすいっていうか。まあ、毎日飲めるような感じ。毎日飲んでも飽きないっていう感じ。逆にギネスビールとかになると、毎日飲むと、やっぱ若干飽きてくるんだね。うん。風味とかがやっぱコクが強いんで。うん、まあ。うん、そういうことっすよ。うん。ボディはミディアム。ちょっと待った。はい。ボディはミディアム。ホップの苦味はローからミディアムの範囲。ノーブルタイプ。ノーブルタイプのホップを使用し、アロマとフレーバーのいずれも非常に低いレベルに抑えること。ただし、皆無ではなく感じられる程度は必要。フルーティーなエステルコーと ダイアセチルの香りはあってはならない。アルコール度数が 3.8 から 5%。この時点でもうこれ違うんだけど。SRM25 から30。SRM っていうのは、色みたいだね。SRM っていうのは、色を、色を数値で表すための、もの。うん。SRM25 から30なんで、30の方が色は濃いですね。うん。全然わかる。うん。これあれです。夏飲むような黒ビール。うん。風味がやっぱり、まあ、さっぱりしてる。飲みやすい。うん。で、そんなに苦味もない。
だから飲みやすいからって、じゃあこれ値段300円どころか380円とかするんだけどって話。じゃあ買うか、買わねえんじゃん。うん。買わねえの。うん。まあ、だってさ、ぶっちゃけた話、このさ、シュバルツなんでさ、普通にエビスの黒ビールで、エビス黒とかさ、ね、スーパードライ黒とかさ、ね、なんちゃらかんちゃ黒とかであんじゃん。これ全部シュバルツですかね。ね、プレモルの黒、エビスの黒、朝日のあれはスタウトあれか、スタウトだけど。違うけど。まあ。まあ、でも、国産のやつの方が、値段も安いですからね。うん。これ400円もすんなよ。これちょっと、無理。無理じゃない。金持ちじゃない人にはとっては無理ですね。うん。大体逆に金持ちだったとしてもこれ買わないです。うん。俺だったら。俺だったら買わないです。うん。なぜならば、これがそもそも現在、醸造しているのが岩手県だからです。国産だからですよ。これは金あったらね、絶対ね、外国産の、ドイツの、まあ、シュバルツを選びます。うん。そういうもんなんだって。無駄に高いのよ。日本の、クラフトビール、過去地ビールなんて。無駄に高いのよ。うん。だから、地ビールでね、個人的にね、うめえってのは、夜な夜な得るぐらいですよ。もはや。もう、あれでもういいんじゃないかなっていう。ね。仮面ライダーの、もうあいつ一人でいいんじゃないかなっていうレベル。もう、あれだけでよくねっていうぐらいのレベルなんで、もう、あといらねえなって感じするんですよ。ただ、ね、まあ、そうだな。朝日のスカウトとか、あそこら辺うめえんすよね。うん。まあ、売ってる場所はかなり限られるんですけど、うまいんだよな。で、まあ、ギネスビールもそこら辺に売ってますね、普通に。ギネスビールこんな400円とかしないでしょ。ああ。250円から300円ぐらいで売ってますよ。うん。買うことはないですね、これ。じゃあなんで買ったかって、飲んだことないから、飲まなきゃわかんねえ。飲まなきゃうまいかまずいかなんてわかりこないんで、だから飲まないで、その、いわゆるアマゾンの評価だけで、あれしちゃダメなんですよ。勝手な先入観持っちゃダメなんですよ、これ。で、さらに先入観を捨てるために僕は一切酒動画の、レビュー系動画は一切見ません。うん。これ俺のポリシーですね。絶対に見ない。確かに検索したくなるんですよ。うまいんかなーって。で、特に有名な、まあ、ウイスキーのブロガーのレラさんとかね。うわー、ちょっと気になるなーっつって、見ようかなーと思うんですけど、見ないですよ。
なぜなら、この人間という、生物は、先入観さえあれば、どうとでも味を勝手に変えることができるんだよ。だから、あれが企業案件が来ないんですよ。僕は。まあ、来てほしいとも別に思ってないですけどね。だから、普通の人っつうのは、あ、うめえって褒めるんです。YouTuber 全部褒めるんですよ、とにかく。なんでか、企業案件欲しいからです。金欲しいからです。ヒカキンなんてあれ褒めたところしか見たことありません、あんな。だからつって、ヒカキンが悪いとかじゃないんですよ。あの人は、だから金が欲しいんです。まあ当然、俺だって金欲しいんです。当たり前だ。金欲しくないやつなんてこの世に存在しないんですよ。なぜ俺は、このうまいがまずいが、だって、もう、あれですよ。俺がもうひいきしてる宝酒造の、ね、っていう焼酎の、まあ、メーカーがあるんですけど、もうあれですら、もう辛口レビューでもうまずかったらまずいっつって焼酎ハイボールのドライまずすぎてどうなってんだっつってクレーム入れましたからね。株欲しいんですけど、でもね、好きだからこそやっぱり、こういった信念っていうのは持たなきゃいけないんですよね。絶対。一レビュアーとして、一消費者として、絶対に持たなければいけないんです。そうしなければ、まあ、簡単な話、日本なんて多数決主義なんですよ。ね。日本の 99.99% の人が、これはイエスだと答えました。じゃあ残りの 0.001% の人は、さて、ノーと答えられるでしょうか。じゃあ、あくまでも、じゃあ、ノーと答えたと仮定してですよ。じゃあ、あなたたちのそのイエスかノーの答えは、じゃあ、どっちが当たりだったんですか？答えてください。わかるわけないです。まあまあ、当然その1たす1は2で、1たす1、2、もしくは3って答えて、2と答えたやつが 99.99% いて、残り3って答えたやつが 0.001% いたとすんじゃん。それだったらもう99.99% の人が正解なんですよ。だね、そういうのじゃなくて、いわゆる、じゃあこのビールはうまいかまずいかって、うまいってやつが 99.99% いたとして、俺は多分 0.001% の方に回ります。逆に。うん。逆にうまいって言われてる方が、俺逆の立場になるタイプなんで。本当にうまいのかって、まず疑ってかかるんですよ。先入観に惑わされないために。値段。これです。一番惑わしてるのは値段なんです。価格。価格が全てをね、左右する、味に左右する等しい存在なんです。すごいっすよね。この世の中金あれば何でもできますから。モンドセレクション金賞受賞とか言ってるサントリーのね。ね。プレミアムモルツとか。あんな金で何でも何度でもなるんですよ。あんなもん。何度でもなんだ。
まあでもこれもだって、値段だって400円ぐらいしたと思うよ、多分。350円から400円近くしたと思うコンビニで。これ買う価値あるかってないですね。まあ、ほぼほぼないでしょ。まあ、100歩譲ったとしても、まあ、ギネスビールよりか濃くはないんだけど、まあ、割とラガーなんで薄めの、軽いテイストの、まあ、黒ビールみたいな。それだったら別に、エビスの黒とか、ね。ね。プレミアムモルツの黒とかでいいんですよ。スーパードライの黒とか。値段がちょっと高すぎるかな。さすがに。あ、クラフトビールなんでしょうがないんですけど。もうそれをしょうがないと言ったら、もはや、すべてが、破綻するんで。うん。甘み。まあ、そんなでも。香り。まあ、香りがいいんじゃん。まあ、これは買うかじゃ、まあ、ほぼほぼないでしょ。334-2です。ご視聴ありがとうございました。